富安さんからでトーマス腕子のインサイドハーフいかがでしょうか。富安の右サイドバックって相当アーセナル支えてますから、右サイドバックの守備の大事さみたいなのをもう世界中に広めてくれてますよね。本当に今、まあ、カルバハルのコンディションとか次第だけど、本当に今総合値で言うと世界最高かもしれないですよね。あの守備のところでアーヌルド不安じゃないですか。めっちゃいい選手だけど、ただ本当はアーヌルドと富安がフュージョンして割れたら、そう、トミノルドになったらさ、そうめっちゃいいんだよね。だからあの富安のクロス技術とアーヌルドの守備技術を合わせた一人ができる。それがもう一番見てみたいね、うん、富安の守備技術とアーヌルドのクロス技術だとすごいから、うん、トミノルド見たいね。